アフリカ大陸西部マリからガーナを目指し、ブルキナファソ、ベナン、トーゴを駆け抜けた時の映像をお伝えする。今から乗って向かいます。これからブルキナファソとの国境に向かいます。この乗り物です。とあるバス停です。ここはパンクです。地獄の移動です。はい、今日こそブルキナファソに行きたいと思います。国境はこの先5キロ。はい、ということでバスに人が集まるまで出発しないというシステムですね、ここは。ということで何時に出発するか分かりません。今日中にブルキナファソに入れるんでしょうか。ここは国境の街です。汚いですね。何もないです。また泥のモスクが、ちっちゃいやつがありました。行くだよ。出発前の腹ごしらえで。ボンボン。メッシー。はい、ということで国境を越えまーす。えい。第59カ国目ブルキナファソの前に、ブルキナファソについて少々。人口1900万人、フランス語でブルキナファソ。国民の8割が農業を営んでいるものの、農地に水を人工的に供給するシステムが整っていないので、年間の収穫量が天候にかなり左右され、干ばつの年には一気に食糧難に陥ってしまいます。また金の鉱脈がたくさんあり、ブルキナファソ経済の柱となっていますが、隣国マリと同様に北部ではイスラム過激派の活動が活発で、金鉱脈への襲撃が頻発しています。FIFA ランキング58位です。はい、無事ワガドゥグに到着しました。大変な移動でした。なんかの銅像ですが、どう見ても路上の名乗りのおじさんの銅像っぽいですね。奥にもここスタジアム発見しました。意外とブルキナファソのサッカー強いんですよ。氷、ヨーグルトに氷を入れたものです。セボン？セボン。ご飯とトマトスープ。これがめちゃくちゃ美味しい。毎日食べます。これグランモスクです。これといったものはありませんね。本日バス停泊でございます。バスが出ませんでした。国境です。第60カ国目ベナン。
の前にベナンについて少々。人口1000万人、フランス語でベナン。多分僕と同じ世代の人なら知ってると思うけれども、昔やってたここが変だよ日本人っていうビートたけしが司会の討論バラエティで人気だったあのゾマホンの国。ゾマホンは来日当初からアルバイト、その後のテレビ出演、本の印税など多くの資材をベナンの教育に投じていて、いくつもの小学校を建てました。学校の名前はそれぞれ竹志小学校、明治小学校、江戸小学校などがあります。後には日本語学校も建てました。授業料は全て無償で行っているそうです。ちなみにその学校はこの後の映像に登場します。ビートたけしもゾマホンの活動を応援していて、クイズミリオネアに出演した時に1000万を取ったらベナンに学校を建てるための資金に寄付すると言って、本当に1000万を取ってその場に応援に来ていたゾマホンに手渡したのは有名なお話。汚職まみれの政治家が多いこのアフリカで個人でここまで貢献できるなんて、まさにアフリカの希望の光です。 FIFA ランキング83位です。おお、ボンボンボン。ベナンでーす。このベナンのなんと普通の住宅街の中に日本食レストランがあります。日本人経営だそうです。改装中だけど居酒屋の文字もありますね。カツ丼、さ醤油セボン、うどんでございます。はい、ということで着きました。ジャパンハウス、ゾマホンが建てた日本語学校です。ゾマホンスクールバス、藤山とココアゲです。日本語学校、ゾマホンさん、バラエティではああいうキャラクターですが、実はすごい人です。在日本ベナン大使館の大使です。では次、エーゼリオさん。はい、はい、昨日は、うん、古い電話を払いました。こんにちは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 。はい、ということでベナンを出国し、トーゴへ向かいます。第61カ国目、トーゴの前にトーゴについて少々。人口630万人、フランス語でトーゴ。ベナンとガーナに挟まれた西アフリカの中でも小さな国で、多分名前を聞いたことがある人も少ないんじゃないかなと思います。僕もアデバヨールがいなかったら絶対に知らなかったです。サンキューアデバヨール。 FIFA ランキング128位です。はい、トーゴの首都ロメでございます。すぐそこガーナとの国境でございます。ブーズー教っていうのは西アフリカで広く信仰されていて、ベナンが起源と言われています。またかつて西アフリカから奴隷として連れて行かれた人がいたカリブ海諸国やアメリカ南部でも広く信仰されています。これからお伝えする映像はそのブードゥー教の呪術や漢方に使用される動物のミイラを売っている市場の映像です。
犬のミイラとかもあるので苦手な方は飛ばしてください。市場は最初は写真 OK でビデオ NG っていう風に言われてたんだけど、最後にちょっとだけならビデオ撮っていいよって言われたので、写真と映像両方ありますのでご覧ください。次回はガーナ。いよいよワールドカップのアフリカ予選を見に行きますが、到着するとスタジアムは暴動のようになっていました。その後は現地人の家に泊まらせてもらったり、ガーナを最大限満喫することができました。次回、収容率 130%、 お楽しみに。もしこの動画が面白いと思っていただけましたら、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。本当めちゃめちゃ嬉しいです。また今後も世界の情報を発信していきますので、よろしければチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。